何の話をしたいかっていうと、まあね、時事的な話をしていきたくて、このやつでは。なんかだからさ、普段、ゲストの人に来ていただいて、こう、なんかこう、話題を立てて、こう、ワンテーマで10分から20分喋るっていうほどでもないことを、って結構あるなっていうのは思ってて、それを、何もしないと忘れてしまうので まあ文章でも書けばいいんだけど、かったるいから YouTube でやってみるっていうことですよ。でね、何がやりたいかっていうと、一番やりたいのは、まあ最近聞いた音楽の話ですね。やっぱ音楽は聞いた方がいいんで、何聞いたっていう話をこうコンスタントにしていくこう場が必要だなっていう、まあそれがありゃ聞くし、こっちもね。で、あとまあ僕が YouTube やってるこう大義としては、実際はそんなこと別にまあどっちでもいいやって思ってるのかわかんないですけど、大義としてはやっぱりね、音楽聞くっていう、聞いた方がいいっていうことを言いたいっていうのがあるわけですよね。うん。それか邦楽、まあ邦楽の話をねよくしてるけど、邦楽以外だったとしても音楽は聞いた方がいいっていうことは僕のかなり言いたいことなんで、まあ自分へのこう戒めとしつつ、これがありゃ効くかなっていうことでやっていくってことですね。で、何聞いたかってことなんだけど、最近何聞いたかっていうと、僕、しあさってぐらいに、ソニックマニアに行くんで、ソニックマニアってわかります？あれですよ。サマーソニックの前夜祭？前夜祭的な、オールナイトフェスに、何年ぶりだろう。前ね、一回行ったんですよね。あれね、確か2018だと思うんですけど、以来なんで6年ぶりにソニックマニアに行こうと思って、まあっていうのも今年、まあ別に毎年フェス行くほどこうフェス好き人間じゃないんだけど、まあメンバーとかはさ毎回チェックしてさ、ソニックマニアとかサマソニとかフジロックとか、これはって思ったら行きたいなっていう感じなんだけど、今年のソニマニはこれはって感じだったんで、まあ行きます。行くことにしまして、で、それが近いんで、その予習をしてますね。最近何を聞いてるかといえば。でも、長谷川博士の新しいアルバムでしょ？聞いて、あるか聞き直して、まあ、その辺が僕にとっては一番見たいラインなんで、長谷川博士あるか。で、まあ、フェニックスとか聞いたり、まあ、あと何見たいかって言われるとね、まあ、タイムテーブル見ながら考えてるとこなんですけど、とりあえず長谷川博士聞いて、新しいアルバム聞きました？魔法学校っていう。アルバムですよね。あれ、まあもちろんすごいんだけど、なんか、何か言うとすると、なんか結構思うのは、
歌の伴奏として、なんていうのかな、だからこう歌だなっていうのが一番思ったことかな。言ってる意味わかります？なんかこう歌とトラックがこう別のものみたいにこうさ、なんかこう聞こえる音楽ってあるんですけど、あれに関してはというか、まあ最新作に関しては長谷川博士のすごく歌だなっていう感じがしましたね。なんかそこが僕としては一番良かったポイントで、あとはまあもうちょっとちゃんと聞かないと何とも言えないですね。歌とトラックっていう作りじゃなくて、歌としてトラックも歌もあるっていうかね、その辺がなんかこうソングライターとして、まあ長谷川博士ってその辺卓越してる人だと思うんだけど、あの弾き語りのアルバムありますよね、なんだっけ、アラジンとかが入ってるやつ、ラブズッキュンとか、夢の骨が襲いかかるか、あれとか僕めっちゃ好きなんですけど、まあそれからもわかるように、歌をこう、うん、そこが個人的には長谷川博士のいいなと思うところで、あのまあそのね、和音とかトラックの成り立ちとかはそりゃすごいんだけど、僕の耳でパッて聞いて何が起きてるかっていうのはちょっと分析とてもじゃないけどできないところもあるので、でも総体としてはそういう印象ですね、僕はね。まあもちろんね、あのてか僕はそのああいう系の、ああいう系って一括りにしてもあれだけど、それこそ OPN ワンオートリックスポイントネバーかとか長谷川博士もだけど、もうこのなんかろうの影響をめちゃくちゃ感じちゃうのですが、そういうところから見ても、でこのなんかだと、もう一個こうドラムベースというか、違うか、なんて言うんだっけ、ブリアルとかさ、ああいうあれなんて言うんだっけ、ダブステップかとか以降のクラブミュージックがバーってこう速くなっていったクラブミュージックのこうキメラとして長谷川博士とかあるのかな。今適当に喋ってるけど、なんとなくそんな気がするけど、なんかその辺、特に混乱なんかろうの今のポップミュージックに対する影響とかって、ちゃんと分かってる人がちゃんと書いてほしいな。なんかそういう文章ってありそうで、あんのかな、なんかユリーカとかには載ってんのかな、わかんないですけど、今度見てみようかな。ね、いや、そう、だから、そう、で、崑崙なんかろう的な、僕、崑崙なんかろうの受動ピアノ作品めっちゃ好きなんだけど、崑崙なんかろう的な、あれの僕の思ってる凄さは、こう、多分作曲家も意図してない、ものが出来上がってると思うんですよね、あの自動ピアノ作品って。つまりどういうことかっていうと、自動ピアノでこういうことができるね、例えば人間技ではないどうこう早弾きとか同時に和音をいくつ鳴らすとか、そういうのをこうメディアとして突き詰めていった時に、こう人間を単にこう精度を上げたとか、そういうレベルの話ではなく、全く違うなんかこう人間
とかではない、なんていうの、人間でもなく機械でもない、なんかこう新しい、それと全然違う、その中間とかではなく全然違う音楽になってる瞬間があるのが、このなんかのジュゾピアノのすごいとこだと思ってて、長谷川博士とかは、それを意図的にやろうとしてますよね、多分ね。こう、まあ、OPN もそうだと思う。OPN の去年の新作は結構何回も聞いてそう思った記憶があるな。マウトリックスポイントネバーの話をしてますね。OPN っていうのはね。ぜひ聞いてみてほしいけど。まあそれはリズム面でもそうなのかな。なんかちょっと一聴しただけでこう何がどうとは言えないけど、意外と普遍的な70年代の R&B みたいなリズム使ってるとこもあって、面白いですよね。まあライブで見るの本当楽しみだなって感じかなって思います。なんかファーストテイクとか出てるらしいけど、それまだ見てないんですよね。それも見てからライブ見に行きますって感じかな。で、アルカか。アルカの、長谷川博士で10分ぐらい喋っちゃったけど、アルカはちょっと聞き直して、まあもちろん全部聞いてんだけど、ぶっ刺さりではないんですよね、アルカはね。僕にとっては。こう、人間すぎる、アルカは。って思ってしまって、でも、ライブで見たときに多分、もっと違う印象になるんだろうなって思ってるんですよね。多分、即興が多いんだろうなと推測できるんですけど、なんかそっちの方が僕にとっては多分面白くて、なんかライブで見たいアーティストだなっていう感じ、あるかは。音源で聞くと、あまりにも人間だなって思うな。僕はさ、海底のエビの音とかがいい人間だから、人間すぎるとうってなっちゃうんで、あるかはどっちかっていうとそれなんだけど、うん。ライブで見るのがその辺、楽しみって感じですね。こんなこと話してるといつまで経っても終わらないんで。あとなんだっけ。まあ絶対見たいのはその辺だけで。まあね、いろいろ坂本慎太郎とかセロとか。あと、だから日本人、なんかほんと結構見たいなっていうのが日本人ばっかなんで、それもどうなんかなって思っちゃったんだけど、まあ、フェニックスニアアーカイブスとか、ネスキンとか、まあ、ネスキンじゃないか。なんだっけ。あんま知らないんで、適当に言ってますけど。まあ、いいや。なんかこう、海外組が、より日本人の方が見たいなって思っちゃってますね、今んとこね。チケット代の元取るんだったら海外組見た方がいいんだけど絶対って感じですか。そうで、そのソニックマニアの予習をしてるって感じかな。あと最近聞いたのはあれですよ、あれ、これね、湯浅ジョージの個展で2回あって、室内楽の方と合唱の方があったんですけど、まあ、ちょっと合唱の方行けなくて、室内楽の方は行きました。さすがに行くかと思って、これは見た
感じ。そしたらね、岩先生亡くなっちゃったんで、95歳の肖像って書いてあるけど、ね、タイトルに。多分誕生日の前にお亡くなりになったんじゃないかな？わかりませんけど、まあ、湯浅丈司は僕めちゃくちゃ好きな作曲家なんで、で、めちゃくちゃ良かったんですよね、これね。まあ、それが最近割と聞いた中ではヒットかな。全然知らない作品も多くて、ね、湯浅丈司めちゃくちゃ好きとか言っときながら大して聞いてないっていう、どうなんだっていう話もあるんですが、どうぞ。え、全然ドライヤーやって。はい。どうせ誰も見てないし。今誰もいない？うん。え、いいよ。が、一番なんかこう、びっくりしたっていう意味でびっくりしたのは、内触覚的宇宙2、トランスフィギュレーションですね。ピアノ独奏曲ね。岩佐丈司。まあ、これ代表作的な感じですよね。多分、有名な、っていうか、僕でも聴いてるんで、有名なんだろうなって思うんだけど、聞いてると思ってたけど、聞いてなかったなっていうレベルでびっくりしましたね。CD で聞くんじゃ、何もこの曲のことをもう1ミリたりとも理解してなかったなぁ。っていうのを、高橋明の演奏を生で聞いて思ったですね。ピアノ、いや、まあ、これは、すごかったな。まあ、どういう意味でかっていうのを一言で言うと、まあ、プログラムノートに書いてあるんだけど、ピアノでこそ初めて可能な世界っていうのを湯浅丈司が目指したと。で、巨大なリゾネーター、つまり共鳴体を通してピアノでしかあり響かない和音の美しさっていうことを言ってて、本当にポンポンって弾いてく、その残響をずーっと聴いていくっていう曲だっていうことが、まあプログラムにも湯浅自身の言葉で書いてあって、そう思ったんですけど、そうそうそう、だからそういう曲だって知らなかったってことです、勉強ながら。まあ、で、高橋明で言うと、もう一曲、おやすみなさいっていう歌曲、ソプラノとピアノの曲ですけど、もあって、これもすごかったですね。なんか伴奏、ピアノ、要は、ピアノが伴奏してくんですけど、ずっと、歌曲の。なんかその伴奏が、ちょっとああいう風に普通は弾けないんじゃないかなって思うような伴奏だったと僕は思ったんだけど、どうなんだろう。わかんないけど。なんかだって、歌手がさ、ピアノの、こう、前にというか、舞台面から、より客席に近い側に立つわけじゃないですか。で、ピアノはこう横向きに置いてあって、で、ピアニストはこう歌手の方というよりもこう横を向いてるっていうことですね。言ってる意味わかります。普通に多分、ソプラノとピアノの歌曲をやるとしたらこういう形っていう舞台図を想像してほしいんですけど、まあ、楽譜見つつ、
歌手を見て、少なくとも歌手からピアニストは見えないわけですよ。初めにちょっとは見えるかもしれないけど。で、その、こう、関係性で、ああいう風に、合わせられるっていうか、なんかそれが、まあもちろん歌手の方の技術もあるんだろうけど、そこが結構すごかったなっていうポイントでしたね。まあこの、ちょっと内情はわからないんであれだけど、この演奏会割と、まあ若手とまでは言わないけど、こうバイオリニストとか、その他の楽器の方は、比較的若い演奏家がキャスティングされてる中で、やっぱピアニストは高橋明っていうのは、何かその辺を感じるところがありましたね。なんか、まあ内触覚的宇宙も、もちろんですけど、あれはね、あのタッチじゃないと、ああいう風に響かないんだろうなって思うから、なんか、一見誰でも弾けそうって言ったらあれだけど、に見えて、まあ、湯浅自身もこう、プログラムノートに書いてますけど、その、音量の指示とかも厳密に書いてあると、いうことが、最新の注意が払われている、っていうことが書いてありますね。っていうことまで含めると、やっぱり、これは高橋明に弾いていただかないとっていう、こう、プロデューサーの考えなのかなってちょっと思いました。そのぐらい良かったっていうことです。まあ、あともちろん、全部良かったんですけどね。弦楽四重奏のプロジェクションは1と2両方やってて、1が70年の曲。2が96年って26年後の曲なんだけど、もう2がダントツ2に良かったですね。1、だから2めっちゃいい曲だったな。なんかで聞いたかな、多分初見というか初めてだったと思うんですけど、めっちゃいい曲だった。1はいい曲なんだけど、まあな、1970年って感じで、まあ、この技法をこういう風に使おうっていう、コンセプト的なものが、結構、明らかに見えてくる感じの曲、かなって僕は思ってしまいましたね。極論言えば誰、そう、その技法、特殊奏法とか、そういうものが、その演奏みたいなものに先立ってるというか、でそこが2はね、うまいこと消化されてて、意外とその演奏しがいのあるというか、演奏の城ってわかります？その、のり城みたいな感じの。演奏家によって意外と違ったりとか、するんだろうなって思う。感じ。2の方がね。2、弦楽四重奏の2は、超いい曲だなって思いましたけど。とかね。あと、ま、領域っていう、70年代の、特殊な編成の曲ですね。フルート、で、クラリネットか。クラリネットを、コントラバスクラリネット、バスクラリネット、なんだあれは。なんかすごい、バカでかいやつ、と、持ち替えて、で、ビブラフォンとか、その打楽器が二人、コントラバスって言った？みたいな編成。要は、だから、まあ、これ電子音楽なんですよね。音色の、で、全部特殊奏法マシマシで、その、音色とかをどう重ねていくかっていう音楽なんですけど、すごく電子音楽的なもので、そういうの、ダイレクトな
こう、まあ、はっきり言ってセンスが出るやつをバチコンって聞くと、もう、素晴らしいですね、湯浅丈司はね。やっぱ音と音をどうつなぐかっていうことを、結局音楽ってね、まあそれなんで、少なくとも私にとってはね。まあ、それは非常に、非常に、素晴らしかったです。で、多分、後半に、あれは即興なのか、まあ、プログラムにも書いてあるんですけど、グラフィックスコアの部分があるって書いてあって、そこは多分、で、指揮者がいるんだけど、そこは指揮者が振ってなくて、ある程度即興的なんだろうな、と思う部分があったんですが、そこがちょっと長かったなっていうか、どういう指示なのかわからない。なんとも言えないんだけど、やっぱ湯浅がちゃんと書いてる部分が素晴らしすぎて、即興で重ねても大したことない、こう、あれになるから、正直ね。そこは短くてよかったなと僕は思いましたが、まあでも、ライブで聞くんだからね、たっぷりやってもらっていいんすけど、差はついちゃう感じはしましたけどね。そのぐらいだから湯浅がちゃんと書いてる部分がめっちゃいいんで、いやだから本当にね、湯浅丈司っていう作曲家のことは信用しようって思いました。何言ってんだって話ですけどね。いやでもその信用しようっていう、思いましたよ。であとまあ場所の、要はだから、まあ場所シリーズいっぱいあるじゃないですか、湯浅丈司のさ。でそれをやってたんですけど、場所の句による4つの心象風景、2007年、バイオリンとピアノの二重奏曲で、春夏秋冬4つの俳句からインスピレーションを得た組曲になってるんですけど、まあこれもね、面白かったんですけど、まあ、湯浅がなんで芭蕉なのかっていうのを思っててっていうか、まあそうなんだろうなっていうのが今回も思いましたねってことなんだけど、なんかこう最小のミクロのパーツからマクロへのジャンプがあるんですよね、芭蕉の俳句ってね、多分。で、それが湯浅の音楽なんじゃないかっていうのは結構思うかな。湯浅先生の曲って、まあ、ご自身でもね、プログラムにもたくさん書いてありますけど、そういうようなことが。あと、まあ、去年、サントリーホールでちょうど1年ぐらい前にやった、オーケストラの、で、湯浅丈司作品をこう、ある程度まとめて出した時があって、それも聞きに行ってたんですけど、まあその時も思ったんですが、その、最初のこう主題みたいなものが、直接こう、曲全体のコンセプトまで、こう、飛躍して結びついてるっていうか、まあ、なんともこう言えないけど、そこにこう、だから、間のさ、段落とか、文節みたいな区切りが、段階的にこう、繋がって、一つのまとまり、それよりちょっと大きいまとまりじゃなくて、これがこうなんだっていうのが僕にとってはすごい心地よくて、で、それが芭蕉なんだろうなって、思うってことです。夏草や強者どもが夢の跡って言った時のこう 夏草から強者へのジャンプが弱さなんだなっていうか、まあそういうことを思われてるんじゃないかなって僕別にね勝手に言ってるだけなんでいいじゃないですか。
これ最近聞いたやつね。合唱も行きたかったんだけど、行きたかったんだけど行けなかった。で、うん。まあ、いつか。で、あと最近、あと何聞いたっけ？いや、まあ、そんなもんですよ。だから、方角は、あんま聞けてない。です。あの、先月までさ、ディスクガイドうんぬんで、ずーっと三曲合奏を聴いてて、ちょっとそれで、それの反動で聴けてないですね、邦楽は。何聴いたって言われたらちょっと何も聴いてないかも。何聴いたっけな。あ、あとそうそうそう。フジロックか。フジロックの配信はやってましたね。行ってはないけど、配信はやってたじゃないですか。で、配信でいろいろ見てて、めっちゃ良かったなーって思ったのは、まあ、まずフリコ。フリコは僕、まあね、日本人みんな好きなんでしょ、フリコって。だって、一番でかいとこでやってたもんね、あの新人バンドなのにさ。でも、例によって良かったよ。僕はフリコ好きだもん。なんかこう、古き良きっていう言い方違うな。なんつうんすか?インディーロックって、ああいうものだなっていう感じの演奏とか含めてね。でし、いや、フリコめっちゃ好きなん。いや、まあ、あれ見たら好きだと思うよ。フリコはいいよね。なんかこうさ、うん。ひねくれてない感じ？マイブラ聞いて、こう、マイブラ聞いてさ、ノイズミュージックやるんじゃなくて、あれやるところがさ、いいじゃん。僕はいいと思う。とか、あと、なんだっけ？あと、R-A-Y-E ってなんて読むのこれ。R-A-Y-E で、なんて読むのか不明だな。レイかっていう、まあ、歌手。ブラックミュージックですね。R&B 系の歌手で。26なんだ！マジか！びっくりするわ。え ?26? マコとタメってこと？26ってマコとタメか。しかも10月生まれじゃん。完全にマコと同い年か。へえ。レイっていう、まあ、シンガーが出てたんだけど、すごかったっすよね。見ました見てないから。あんな歌えうまい人久しぶりに見たなって思っちゃって。すごかった。だと思うな。なんか歌のうまさっていろいろあるけど、もうあの歌ありきで 6,7 人のこうバンドが束になってるっつうか、見てほしいんですけどね。レイのライブ映像なんかあるっしょ。こちらとかも出てたみたいだし、多分なんかあると思うんで見てもらいたいけど、超良かったですよね。で、初めて知ったけど、えぐかったと思う。あと、まあ、サンファとか見て、サンファも最高だった。もう最高。あと何見たっけ？あ、フロポとか見た。フローティングポイントか。は、初日の夜、一番遅い時間帯かなにやっててね。あれ、フローティングポイントなんで僕大好きだからさ、わかりますよね。ね。あの人たちは、だって海底でエビ、海底のエビの録音、好きでしょ？フロポはさ。そういう感じだもん。
あと何見たっけ。のとこか、フジロックは。まあ今年は行こうまではなんなかったっすね、フジロックはね。フジロックってめっちゃ高いからね。一回だけ行ったことあるけど、大変だった。大変っていうか、うん、まあ多くは語りませんけど。要は寝る場所を取ると高いんで、寝ないっていう選択肢を取るんですけど、すると大変なんで。ってことですね。まあ、また行きたいけど。あと最近聞いた、そう、だから邦楽聞いてないって話だよね。あ、でもだからカセットテープ、うんぬんっていうのはずっとやってて、まあちょっとずつ、デジタル化してるんすけど、まあ最近ね、引き当てたレア音源、貴重音源、まあどんぐらいレアかわかんないですけど、気としてはあれだな、一骨鳥こと協奏曲、宮城道夫のピアノ編曲版っていうのがまずあって、いや、これ僕存在知らなかったんですけど、なんかそれあるらしいですね。多分宮城道夫に詳しい人は知ってるんだろうなって思うんですが、僕は知らなかったんだけど、まあ、一骨鳥こと協奏曲に詳しい後輩に聞いたら、芸大の後輩がいて教えてくれたんだけど、まあ普通にあるものらしいです。それ自体は。で、それのライブ録音が出てきて、要はピアノと、この独奏音の二重奏で成立するようになってる、一骨鳥こと協奏曲。で、第一楽章だけなんですけど、独奏音が松尾恵子で、ピアニストがね、多分ですけど、高瀬悦子先生っていう、愛知県で昔活躍されてた道夫先生の直門のこう古い方がいらっしゃって、その息子さんなのかな、がピアニストだったんじゃないかな、多分そうだと思います。違ったらごめんなさいだけど、テープに書いてある情報からすると多分そうなんじゃないかっていう感じですが、まあとにかくね、松尾恵子の一骨鳥こと協奏曲自体がレアでしょ、多分ないでしょ、まあ一楽章だけとはいえ、で、もう演奏は、で、そう、63年なんですよ。だから本当に若い時、松尾恵子が、で、もうそういう演奏だしね、演奏はもう、まあなんか多分何回もダビングしたテープを見つけたんで、若干一骨よりも低いような気がしたけど半音か4分の1音ぐらい下がってるような感、どっかで回転数とかがこう噛み合わなくなって若干下がってるような気もする。まあそれはね、後からどうにでもなるんで、そんなんかな。それは最近聞いてすごかったけど、演奏すごかったっすよ。とか、あとなんだろう、最近、いや、邦楽ちゃんと聞いたのはあんまないから、そんなもんっすね。最近聞いた音楽はそんなもんかな。
これ聞けっていうのは言ってくださいね。まあ、あの、ダビングは、いや、ずっとやってるんですけど。はい。そのとこです。あと、まあ、だから、ちょっと酒持ってくるわ。これね、美味しいんですよね。本搾りの、なんていうの？本搾り。キリン本搾り。これね、美味しいんですよ。もう箱で買っちゃった24本だっけ？美味しくて。果汁 29% ですよ。で、だから砂糖とか入ってないんですよ。果汁と酒と炭酸だけ。で、できてて、そう、原材料名、グレープフルーツ、ウォッカ、炭酸、以上。これ美味しいんですよね。で、しかも最近思ったんだけど、いや、ずっと僕めんどくさいから、缶のままグビグビ飲むでいい、いいっていうか、それでいいやっていう人間だったんだけど、ちゃんとグラスに注いで飲むと、やっぱ香りとかが違って鼻に入ってくるんだよね。ちゃんとその香りとかが。こっちの方がうまいっていうことが分かったんですよ。これはかなりこう人間的成長書。ということで今日2本目ですけど。まあ一人喋りなんてね。飲まなきゃやってらんないんで。で、最近聞いた音楽の話はしました。あと、まあ何してるかってことだけど、まあ映画の話はしとこうかなっていうことで、そう思ったことがあって、まあ映画はね、ずっと見てるんですけど、まあずっと見てるんで、話すネタがあるってだけなんだけど、最近ね、見たもので言うと、これね、これ見てるの、令和に見てるの俺だけかなって思うんだけど、マドカマギカの、劇場版が3本ありますけど、まあ、総集編じゃない、新編、反逆の物語ってですよね。まずそれを2回見ました。今週、というか、うん、今週かな？うん。2日ぐらいのインターバルで2回見て、で、しかも僕、ブルーレイ持ってるんですけど、ソフトを。そのソフトの特典で、これ説明が難しいんだけど、要は、声優の方の演技のバージョンが違うバージョンが特典で入ってるんですよ。当初そっちでさ、OK テイク出したんだけど、後からやっぱり撮り直した。っていうのが劇場公開されてる一般的に公開されてるバージョンなんだけど、ブルーレイの特典ではその当初のこう演技の方が入ってるバージョンっていうのが入ってて、まあ、2回見てその両方見たんですよ。で、これはまあどっちが好きかって言われたら、まあ、普通に一般公開の方かな、僕は。って、まあ、どっちもいいけど。うん。まあ、僕は、どちらかというと、まあ、理由とかは特にないけどね。なんか、うん、まあそれはいいんですけど。でね、まあ窓かまぎか見てる人はいるでしょう。今年のね、冬に新作の劇場映画をやりますから、まあ今のうちから見てる人は多分いると思うんですよ。で、まあサブスクで見てる人が多いとは思うが、
中にはブルーレイを持ってて、その特典のオルタナティブテイクバージョンを見てる人もいるでしょうが、多分これと組み合わせて今あ、ブルルーンってなっちゃった。パニポニダッシュを今見てる人はいないと思うんですよね。パニポニダッシュわかります パニポニダッシュといえば2006年か今調べたら、パニポニダッシュ、まあ、ギャグ漫画原作のテレビアニメですが、を今まあ見始めたっていう感じですね。で、どういうことかっていうと、結局あれなんですよ。これたまたまですよ。別にそれを意図して見たわけじゃないんだけど、新保明幸がパニポニダッシュの監督です。で、マドカマギカも、総監督みたいなポジションにいますよね。新保明幸が。だからまあ、新保作品、両方。これ意図したわけじゃなく、たまたま今、両方見てるっていう感じなんですけど、で、思ったことがあって、まあ、パニポニダッシュ途中ましか見てないから何とも言えないんだけど、マドカマギカの、特に新編の凄さって、イカれた脚本じゃないですか。まあ、見てる人わかると思うんですけど、まあ、10年前の映画だからね、別に、ネタバレうんぬんとか、いいと思うんだけど、そんな、誰も見てないんだけどいいよね。要はだから、その、この街はそもそも作り物で、みたいな。で、それがガッて、なんかこう、茶畑ひっくり返したかと思ったら、さらにひっくり返って、さらにひっくり返って、みたいな話なんですよ。もうめちゃくちゃになる話で、ストーリー自体が。それを、ものすごい情報量と、こう、エネルギーの脚本、なんですよね。新編、マドカマギカの新編って。で、それを要はほっといたら散らかって終わるんですよ、多分ああいうのって。だけど、散らかって終わってるとは思わなくて、僕はかなり好きな映画で、あ、初見じゃないんですよ、僕。まあ、そうと思ってるって言ってるぐらいだからね、わかると思うんですけど、僕8回ぐらい見てるんで、でも、8回見ても、なんか、どういう話なのか、わかるけどよくわかんないけど、なんかわかったかもみたいな感じがする映画だなっていう。だからそれを なんかめちゃくちゃな脚本を力技でまとめてるって感じなんだけど、あの映画って。なんでそれができるかっていうと、やっぱり僕が思うのは空間の設計なんですよね。まあ、顕著なのは、その、魔女の結界というか、ナイトメアのその、支配する空間というか、に入った時にいきなり劇団犬カレーっていうね、デザイナーの、こうデザインしたコラージュ的な二次元の空間みたいなところに切り替わっていく。で、その空間がまた引き裂かれて別の空間が広がるっていう、そういう画面上でしっかり、今この空間は何の空間で、どこに人物がどういう関係で立って、てるんだけど、それがもうリセットされるならリセットされるっていうことが画面上で納得できる形で示されてるかどうかっていうのが超重要ポイントだと思ってて、僕は
それが、あの映画のめちゃすごいとこだと思うんですけど、でね、パニポで、それはそれでそうだなって思ったの。だからさ、あれですよ、最近さ、まあこんなのあれだけど、なんかスパイダーマンのアニメあったじゃないですか。スパイダーバースなんとかかんと、あれなんだっけ、スパイダーバースって最初のソニーのやつだっけ、みたいな、なんかスパイダーマン、あらゆる世界のスパイダーマンが入り乱れてみたいなアニメ映画が、一昨年ぐらいにあったと思うんですけど、あれ僕ひどいなと思っちゃって、その、要はな、その、世界を行き来するっていうか、その、のがもう、なんていうの、映画じゃなくてデザインでしかないっていうか、それに興味がないんだったらやめてほしいなって思っちゃったんだけど、マドカマギカでそれを思わないんですよね。そこがすごいとこだと思ってて、でパニポニダッシュを見ると、要は同じ、まあ新保昭之が作ってるわけですよ。でもうシュールギャグなんだけど、パニポニダッシュって学園もので、宇宙人が出てきて、なんか10歳だかの女の超天才の MIT 卒業した女の子が高校、なぜか高校教師になって、で変なクラスメートがいっぱいいて、そこで先生やってっていう群像劇っていうか、あれなんていうんですか、わかんないけど、だからもうに今日常とかさ、シティとか、アズマンガ病理はもっと前かわかんないけど、まあそういうその点のやつですよ。その点のやつのさらにアニメだと思ってもらえばいいんだけど、それを見てて、要はギャグ演出っていうか、ギャグアニメ、ナンセンスギャグアニメの空間設計って、が、あ、これマドカマギカのやつなんだっていうか、なんか言ってる意味わかります？なんだって思ったんですよね。だからなんかこう、教師がいて、生徒がいて、なんか話してるんだけど、そこでどっちかが変なことを言うと、いきなりなんかこう、なに？例えば生徒の方が、もうデフォルメされた二頭身とかのキャラにビュンってなって、でかいハンマーでバンって殴られたりとか、その、もう空間の質自体が一瞬で変わるわけじゃないですか。みたいなことをずーっと繰り返してるんですよ、パニポニダッシュって。そのストーリーというよりも、もうそれの連続で22分持たせるっていうアニメなんだけど、それって、マドカマギカで起きてることと本質的に同じなんじゃないかっていうのが、最近思ったことかな。まあ誰かが言ってんのかな、そんなこと。まあちゃんとシャフト見てる人なんてね、いくらでもいるだろうからな。あ、でもね、そう、パニポニダッシュはまだね、5話とかまでしか見てないんで、あの続き見ますけど。あれ？消えちゃった。ちょっと待ってね。見えた。そう。まあそんなとこっすか？あと最近何見たかっていうと、まあ、いやー、
いやーとか言って。何見たっけなあ。まあ特にこれといって絶対に言いたいことはないかな。明日は黒沢清のんチャイムだっけっていう中編みたいなやつと、バケネコアンズちゃんを見ようかなと思います。うちにお客さんが来るので、逃げるように朝から映画館に行って、日本は見ようかなと。黒沢清、でもなんか評判いいんで、評判いい。わかんないけど。まあ、見てみようかな。まあ黒崎義を見るのは別にね、当たり前のことっていうか、僕は当然全部見るべきだと思ってるので見るんですけど、金作の雲の瞳じゃないや、あれはなんだっけ、蛇の道のリメイクかはどうだったかな。まあ、原作ってというかオリジナルと比べて、まあオリジナルも そんな普通なんですよね、僕ね。あの雲の瞳は超好きなんだけど、雲の瞳は世界の映画で一番好きぐらい好きだけど、蛇の道はまあ普通かなーって感じで、質的にまあちょっと変わってはいるけど、まあ、正直リメイク版もそんなだったかな。普通ぐらいっていうか。まあ、よりこう、ちゃんとわかる話になってるっていうのを美点とするかどうっていうのが一個と、まあいいか。蛇の道の話は別にね。そう。でも、で、バケネコアンズちゃんもなんか評判いいんで。それは僕、僕の観測範囲で評判いいんで、見たいっすね。てか見に行こうかなと。でも朝しかやってなくなっちゃって、びっくりだけど。だから頑張って早くしていきます。明日は。そんなとこっすかね。はい。なんで、また、あ、そう、だから、この、ライブ配信は、全部のアーカイブは、メンバーシップ、限定の方に、残します。で、一部は切り取って、一般公開する予定、です。なんで、まあ、この、打弁、奇弁、の面白いと思えた方はぜひメンバーの方に、あのカセットテープうんぬんっていうコースの下に不定期いろいろ配信っていうコースを作ったんで、まあそれだけ登録する人いるかな、不明だけど、まあそっちにいろんなこうよくわかんないものは投げつけていこうかなと思ってます。もう本当に酒飲んで、口が滑っても、まあいいや、みたいなぐらいの気持ちで、投げていくという感じですね。だんだん目がうつろになってきましたけどね。これ今日、ああ、そう、本絞りはうまくて、で、本絞りは今日2本飲んだんだけど、その前に、ウイスキーも焼酎も飲んでるんで、だんだん目がうつろになってきましたけど、まあそのぐらいの感じでやった方が一人喋りなんてねいいんでっていうのと、そう、
だからもし面白いなと思った方は、まあ最近どんな面白いことあったっていうか、まあ趣味って言ってもね、音楽とか映画、音楽、映画、食べること、まあプラスちょっと読書とか、その他何があるか不明ですけど、ゲームとか将棋といえば、あーちょっと今このスマホ落としないとわからない、竜王戦の長決の第2局が今やってるんで、佐々木さんが勝ったら、さっき、いや佐々木さんが勝ったらね、すごいことなんですよ。佐々木さんのタイトル戦を見たいね。見たいんで、個人的には、佐々木ゆうきのりです。正直。そう、将棋とかね。まあ僕の趣味ってそんなもんなんで、音楽、映画、将棋、読書、食べること。食べることはめっちゃ趣味。ゲーム、酒は何でもいいっていうタイプだからね。とかね、まあ仕事とかも含めてこんなことあったっていう、一番テーマでゲスト呼んで話すほどではないことをひたすらここに投げていこうかなっていう感じですかね。よかったら登録してください。ありがとうございます。